はい、皆さんおはようございます。今日もね、朝から頑張って抽象画を深層抽象画を描いていきたいと思います。F さんの小さなキャンバスばかりですけどね、すいません、描いていきます。よろしくお願いします。そう、今日はね、娘がいないんで iPad で、無料の音楽流してます。私のお友達のリュウさん、素敵な、パステルの、絵を今日描いてました。もしよかったら私の、フレンドのところからリュウさん探して行ってあげてください。素晴らしい、可愛らしい絵を描いて、頑張っている方です。応援してます。いろんな方がね、こうアートを通して一つになれたら、まあ歌と一緒ですね。今度はアートでいろんな方とつながっていけたらいいなって思ってます。アートを通して、私にできることはアートを通して人に出会っていろんな話をしてつながっていけるっていうのが私の、まあ使命感みたいなものもちょっとあります。私だけが抱いてるもんなんであれなんですけど、はい、いきますよ。ちょっと今日はダーク、気分はそんなにねダークじゃないんですけど、ちょっと黒をね意識して黒でちょっとやってみます。黒のね、この濃淡、これもちょっと意識してちょっと描いていきます。真っ黒だけじゃないんですけどね。そして小さなキャンバス、額がいらないように、小さなちょっとしたところに飾れるような、そんな作品をね、ミンネで販売してます。こういう風なちょっとしたね、小さなキャンバス、こうお花の代わりにね、コーナーとか白い壁にちょっと飾るだけでも、あとトイレとか飾るだけでも、ちょっと気分がね、日頃の辛い気持ちとかちょっと癒されますね。ちょっと黒を塗っていきます。インスタグラム保存ができるようになったんで、かなり使い勝手が良くなりました。アプリを入れて、アプリというかウェブで探して、そのインスタグラムの動画を撮るやつ、録画するやつを撮ろうかなと思ってたら、インスタグラムこんな機能が知らないうちに実装されてました。 YouTube でねやるにはちょっと僕の部屋ではあまりにもちょっと電波が届かないんで、ブツブツ切れちゃうんで、もういっそのことちょっと普通に動画撮ってそれをアップしちゃえってやってたんですけどね、やっとこういう状態でやれるようになりました。
はい、でいきますよ。ちょっとうるさいですかね。仕事場は綺麗にね、いつもできるだけ、まあ魚の仕事してたんでね、こうちょっとでも汚れてるところを見せると汚いんで、できるだけ綺麗にやってます。はい、まあ定番ですね、ホワイト、モノトーン化するような感じで色を塗っていきます。昨日の絵とね一緒にならないようにはしたいんですけど、ちょっとねあの描き方があんまりにもちょっと自分の中でハマってるんで、すごく好きなんでね、もし一緒になってたらね、ああまた昨日と一緒だなんて思わないで気軽に見てください。長山太一、あと、ローマ字で太一長山でちょっと検索していただければ、私の活動とかまあいろいろこんなんしてますよっていうのを、まあ今年の経歴もねいろいろ載ってたり、新聞にちょっと載ってる今年のね高知県のわらこミュージアムさんの個展の時の新聞とかね、素晴らしい記者の新聞記者の方に言葉を書いていただいた言葉、いろいろ載せてます。ああ、ありがとうございます。おはようございます。ハロー。グッドモーニング。ジャパニーズイズ、モーニング。朝です。朝、今何時頃かな。これ時計がないんでね、ちょっとわからないですけど。ちょっとモノテーンでね、ちょっとこう配色を考えてモノトーンにちょっとしてます。で、でホライゾンブルー、ホライゾンブルー、これを何2回言うんだっていうね、ちょっとホライゾンブルーを入れていきます。ちょっとねさ、すぐ開けちゃう、ね、まあ、いろんな絵をねこう描いていけばいいかなって。はい、アイスグリーン、アイスグリーンです。アイスグリーン入れていきます。これもね一緒の感じでところで散りばめていきます。まあお化粧ですね、ファンデーションみたいなもんですよ、そんな難しく考えない。難しく考えれば難しいになってしまう。気持ちのままに描くといいです。誰かいますか？ハロー、ある色、ジョンブリアン、ジョンブリアン入れていきます。ね、ちょこれところにちょちょんって入れていきます。適当じゃないですよ、一応これ考えてますからね、配色、あ、ここにしようかなってスッスッスッって感じで、自分の中でここにこれ入れたらちょっとかぶっちゃうなとか考えてます。
の色、昨日も使いましたけどちょっとだけ、初じゃないか、アントラキノンレッド、今度の、秋の10月7日、北九州小倉北区京町文学サロンで、12時半より10月7日、ペイントライブ、10月8日そしてそこで次の日に8日からお昼から個展が、私の個展があります。ね、また来てくれた方と会えると嬉しいですけどね、会えることを願っています。で次は、普通の、レッドシュー、レッドディープシューですね。この色はちょっとこうアリザリンクリムゾンに、ちょっと似てます。アリザリンクリムゾンとアントラキンレッドはどう違うのかって言ったら、アントラキンレッドの方が、もうちょっと赤みが強い、アリザリンレッドの方は、血の色に似てるかな。私の好きな色はこっちですけど、この色も結構気に入ってます。化粧ですね、ファンデーション。そしてファンライン、ファンラインで、私の、公式の、サイトを作りました。よろしければ応援していただけると嬉しいです。FANLIEN ファンライン検索、APP で検索していただければ嬉しいです。はい、こんな感じでとりあえずなりました。この色をこれからちょっとずつね変えていきます。どうやって変えようかなっていうのをいつもこう考えながらやってますけど、まあ昨日やった状態によるとこれでこうしましたけど、ちょっと違うことをしていかなきゃ皆さんに飽きられちゃうかもですから、どうしようかな。何も普段考えないんでね、考えながらやってるって言いながら意外と心のままに書いてるんで、心のままに書いてるんでね。さあどうしようかな。これをどのように開けさせる。そうだ、こうしよう、これはね、こうやってちょっと塗っていきます。ハロー、ありがとうございます。ウェーブ返せなくて申し訳ないです。ウェーブごめんなさい。ちょっとね模様をつけてぼかすところとぼかしてないところをちょっと明確にします。
いろんな絵をね、こう自分に飽きないように移り変わる季節のように描いていってます。お客様にね、飽きさせないような絵ですね。それを考えていつも描いてます。まあ自分にもね、飽きないような絵を描いていきたいなと思ってるんで、自分が飽きちゃうとね、一番続かなくなっちゃったり、こう絵がマンネリ化したりするのでね、それがないような感じで。あ、リオさんありがとう、来てくれたありがとう。終わりましたか。こんな感じになってます。ちょっとぼかすところとぼかしてないところをちょっと増やしてます。ちょっとモダンアートみたいな感じですかね。ウェーブ返せなくて申し訳ないです。新生姜と私の絵を融合みたいな感じですかね。リュウさん、音楽もかけることもできますよ。YouTube に無料音楽って入れると出るんで、それ別にインスタグラムで流してもいいやつなんで、著作権とか言われないので、無料音楽検索して無料音楽っていうやつだけをこう流すとね、いいですよ。まあ携帯がね2ついったりもしますけど、こうやってねちょっとぼかし込んで、私の絵はねちょっとこう、なんていうんですかね、お化粧みたいな感覚でやってるんで、絵に対してお化粧みたいな感じですね。絵を楽しむイコールメイクを楽しむみたいなもんですかね。さくらさんありがとうございます。こんにちはやってみてください。ね、常にこう私の絵はこう季節のようにさっきも言いましたけど移り変わってます。同じ絵ができるだけないような、表現方法は似てても同じ絵ができるだけないような抽象画、抽象画ってね、なんかこうまあよく言えば一緒の絵が基本的にないんですけど、やっぱりこう似た色がねやっぱり多くなってきちゃいます。で混ぜることが私はあんまり少ないので、こうやってぼかす時にはどうしても混ざっちゃいますけど、まあこれはまた新生姜っていう、まあ私の好きな宮沢賢治さんの言葉でこう新生スケッチって言葉ありますけど、そういうねこう新生姜っていうね、そういうこうイメージで絵を描いてます。昨日の絵がこれですね。よいしょ、昨日の絵ですね。これ昨日の絵、ちょっと昨日の絵とは違うようにしたいんで、こんな感じになりました。とりあえずこんな感じになったので、ちょっとねこれ横を塗ってるのはこうさっき最初の頃に冒頭に言いましたけど、ちょっとでもね絵を身近に感じてもらいたいっていうつもりでやってます。キャンバスだけで飾れるような額を入れちゃうと高くなるんで、できるだけキャンバスだけでこうポンと飾れるようなそんな絵を描いてます。でここでこう模様を入れたりとかね、こう模様を入れたり、こう模様を入れたりね。でこの模様を入れた後にちょっとこうぼかし込んで、模様だけを残すとかね、段々をつけるとか、
ろんなね絵があっていい、みんな違ってみんないいっていう金子みすゞさんの歌がありますけど、人それぞれいろんなね絵の描き方があっていろんな人がいます。それをねこう絵で表現していけたら、私はこういう手ですよっていうのを絵で表現できたらいいなって常々思ってます。ちょっとずつね風景を描いていきます。そしてこういうものでちょっと絵にね表情を、絵にちょっと模様を描いたりとかしてね表情をつけてあげると、ね、模様をつけてあげる、ここでも構わないし、どこでもいいんですよ。自分で描きたいところに模様をつける。こういう長いヘラ、こういうヘラでこの模様をつける。ショートケーキを切るイメージで絵に幾何学的な模様をつけていく。自分の感性でねもう絵は描いてるんで、私も絵を描き始めたのはまだ2年なったばっかりです。それまで落書きは画伯で、キリンの顔を描いてもそうですね、ウォーズマンの顔になったりとかしてました。そんな絵が下手でした。そんな私がこう抽象画に目覚めたのは窓道夫さんの抽象画を見てから、そして早坂瑠衣さんに会って絵を勧められて絵の道にどんどん入っていって、知らない間に2年経ちました。こういう感じで模様をつけていきます。頭の中にイメージしているのは何ですか？そう、イメージ、いつも言われるんですけど、抽象画の中にイメージっていうのはほとんどまあある時もありますけど、基本フラットな状態で描くので心が無です。だけど、あ、今この色使いたいな、この感覚でこう描きたいなとか、そういうこう漠然としたもんなんですけど、自分の心が全て出ます。絵に全部現れます。絵は鏡です。だから自分の心を映すもんなんで、抽象画に意味はないです。意味があるとすればタイトルです。そのタイトルと絵は基本的に一致はしてますけど、その人からしたらその絵とタイトルは合わないかもしれない。それは私のタイトルであって、その人が見るタイトルではないかもしれない。抽象画ってそういうもんなんです。だから意味を求められるとすごく困るんです。現代詩というのもそうなんですけど、意味合いっていうのがすごくないです。言葉が難しくて、どこにタイトルが隠れているのか探さなきゃいけないぐらいに難しいもんなんで、だからその人の心を結局絵に映るわけですよ。もしその方が私の絵を見たら、いやなんか怖いとかってなったら、その人の心は今ちょっと何か恐れているとか、その絵は鏡なんでその人の心を映すもんなんで、その人が見たその感じですよね。これ綺麗っていうのは、その絵が本当に綺麗に見えているけど、他の人が見たらすごく濁って見える、怖いとか、反対になんかすごく見てたら落ち着くとか、その人なりのその心の表現によってこの抽象画っていうのは鏡で変わります。それが抽象画です。いろんなところから花の色ね、自分の気持ちの感情、
赤だったらこう情熱とか怒りとか、青だったら寂しいとか、そして、空の色、そして山の今の季節の色のその変わりを、そういろんなところから抽象を取ってくる、それを一つにまとめて書いたりとかするのも抽象画っていうものです。いろんな気持ちが入った色があって抽象画です。まあ真っ黒でも表現できますけど、それが抽象画っていうものなんです。あの難しく考えると抽象画って難しいって思うんだけど、自分の好きな色で描いたらいいんです。野原を見ても、野原の奥に何が見えますかって、暗闇が見えますって、じゃあ黒で描いたらいいですって、あの小松宮さんが武田鉄矢さんに教えてました。小松宮さんっていう、日本でいう今草間彌生さんと小松宮さんが二大巨頭なんみたいなんですけど、その小松宮さんという方は山にいる神獣とか、見えない人に見えない神獣とか、そういうものをこう表して手で描いたりとか、投げつけたりとか、絵の具を投げつけたりとかして、検索していただければ小松宮さんで出ると思うんですけど、まあ私はあの人がすごく好きで、憧れを強く持っちゃうとね、結局その人を超えられなくなっちゃうんで、だからできるだけその憧れ以上のものは抱かないようにはしてるんですけど、すごくあの好きな方です。だから抽象画に意味っていうのはあってないようなもんなんで、その人が持つその時の感情とか気持ちとかですね、あと見た色とか、ちょっとここで色を端します。結構抽象画ってね、どこにでもあるんですよ。鉄骨とか、船の錆びたところとか、その錆がね、抽象画に見えたりとかもします。抽象画っていうのは結構意外とどこにでも転んでるもんです。花が、葉っぱがこう虫に食われて穴がいっぱい開いてるのも、あれも抽象画に見えます。よくイカ釣り行く方が海に行ったら、オイルがこう港に落ちてたりしたら、あ、イカ釣れてるとかって言って勘違いする。あれ錯覚ですけど、あれはオイルです。炭は本当にありますけど、オイルのところもあります。そういうふうに錯覚っていうのが基本的にあって、まあ抽象画もそういう、こう錯覚を利用したね、だから今度は私のちょっと障害の方に絵を教えることになって、私もまあ2級で、まあ鬱からこういろんな意味で抽象画に入ってね、詩も書いたりとかもしてましたけど、こう人の心っていうのは基本的にこう揺れるもので、秋と一緒ですね。秋にもすごく寂しいとかって感じる方がいると思いますけど、すごくね、そういうこう揺れ動くものです。人の心はね、常にね揺れてます。強い人はいないと思いますけどね、強い人ばっかりじゃないと思います。まあこんな話してもね、またこんな話してるとかと思われるかもしれないです。すいません。まあ抽象画にあんまり意味はないですね。意味があるとすれば、その人が見る心の中に意味があるかもしれませんね。その方が見るその絵よりも、その方の心が見る絵っていうんですかね。あなたの心は今元気ないですか？今のあなたは寂しいですか？今あなたの心は潤ってますか？とか、そういうのを私の絵は人に訴えかけるような絵です。だから私の絵は結構ファンタジーなところがあって、逃避するような感じにも見えますね。これだんだん模様をつけていったりとかして、
あとあの失格っていうのがあって、ね、だんだんをつけたりね、ひっかいたり模様をつけたり、これどこでもつけちゃうとっていうのがあって、それはダメなんで、できるだけ自分の中でこうこの構図ならこれにちょっとこれ入れてもいいなっていう、そういうのがね、こう自分なりのものが書いてくると分かってくると思うんですけどね、絵がだんだん表情変わってくるんで分かると思います。ああ、この今なら出来上がりかなっていうのが分かってきたりとか、難しく考えない。絵の世界をね、抽象画は僕はお化粧って言いますけど、お化粧しちゃえばいいんですよ。女性のお化粧と一緒です。綺麗に描きたかったら描いたらいいし、描きたくなかったらダークでも構わないし、その人の物語をね、化粧で彩っちゃったらいいんですよ。私はこれ誰にも教えてもらってないです。自分の感覚でやってます。だから批判もあるかもしれませんけど、批判気にしてちゃ絵描けませんだから皆さん好きなようにやってください。絵は自分なんで、生きてるんで、それを、生むのもその方なんで、その方が生んだ絵を大事にしてあげてください。買っていただいた方もね、よく買い物、この子をよろしくお願いいたしますって紙に一声書いて送ります。この子、絵をよろしくお願いいたしますって書いて送ります。難しく考えない。だいぶ世界観が出てきましたね。世界観作ることがね、一つのファンタジーの世界を作るのが楽しいです。大好きです。こんな感じかな。私が最初の頃描いてた絵はこんな絵です。パールによって私の絵は光ります。これ特殊な私の技法というか画法で描いてます。パールが光ります。これが私の絵ですね。で、こちらが昨日の絵ですね。
ちょっとでもね、前の日と違う絵を描きたいっていう思いで描きます。こんな感じですかね。新生姜と、昨日の絵をくっつけたみたいな感じなんですけど、白がない。あ、見る方がいなくなったかな。ちょっとここはね、気に入らないなって思うので、ね、ちょっとここ色塗ります。これはこうがいいかな、縦がいいかな。面白いができた。ちょっとここでジョンブリアン入れます。もうね、今これしたいっていう時にやります。じゃないと全て頭から消えていきますんで、これやりたいって思うときに全部やります。どの向きかな、こう。これも面白いけど、こうかな、こうかな、こうかな。あ、こうかな。とりあえずこれで完成です。皆さんありがとうございました。そう、完成ですね。 ありがとうございます、さくらさん。完成で全て、やってます。見たまま、感じたままを自分で表現する。タイトルは最後に絵を見て考えます。その時の気持ちとかもやっぱりいろいろ後で出てきます。絵を描いた後にいろんな気持ちがバーって心から出てきます。その時の感情とかをこの絵を見ながら考えます。その時のタイトルが私の思いの中の言葉です。ありがとうございました。